レッドシザーやっぱこいつかっこええな。ちょっとこいつね、攻撃力上がりやすいみたいなんで上げていきましょうか、早速。で、今シーズンは割とその火力とかそのなんかステータス重視の育成の仕方していって、で、ちょっと行き詰まったりしたらまたそのランクとか上げていってさ、で、シルバーランクを安定して勝てるようにしよう。シルバーランク勝つことによってその経験値の効率も良くなるんで、こいつに関してはもう命中と火力をもう少しだけ上げれば、まあシルバーランクに無双できると思うのよ。なるべくこのマンモスで稼いで、で、レッド資材はもうとにかく投資していく。31上がる。火力も C にしちゃおっかな。で、レッドシザーもしっかりぬるま湯に浸からせて、あ、おやつとかあげて、こういうリンゴとか食わしてね、調子を上げさせてあげると。さあ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 。だいぶもうこの5年ぐらいこのゲームやったけど、育成のその方向性というか、なんかパターンみたいなのはもう掴めてきたわ。休みます。よしよし。まあ、そんな感じでやっていきましょうか、今シーズンね。さあさあさあ、4月ももう4週も早くもこいつ入学してね、1ヶ月経つんですけども、おっと、火力攻撃力もがっつり上がる感じでいいね、これ。もうこの単調な作業が何よりおもろいねんから。結局ゲームってね、作業してるときは一番楽しいからね。うわ、まだまだ伸びんの、これ。夏にシルバーランク行ってみるか。マンモスで。夏までがっつり鍛え上げて、ちょっとシルバーランク行ってみようぜ。がっこり。お、何これ、スマトラ大平田クワガタの豆知識。他の平田と比べて大顎が短い。あ、え、短いのこいつと顎。その分挟む力とても強い。自分より大きな相手を掴んで投げ飛ばすこともあります。この力は戦いでうまく使えそうだ。まあ、逆にそれ以外何使うねんって話だけどな。なんか昔平田クワガタに指重くそ挟まれてめちゃくちゃ痛かった記憶あるもん。普通に血出るからな。そんな平田クワガタの、平田クワガタの中でもこの、はもう、早速入学1、もう1ヶ月で攻撃力 F まで行ったで。かなりいいんじゃないか。あ、また豆知識。日本にも生息する平田クワガタの亜種。体長が100ミリで、これさ、今 Google でググってみていい？これ、ほんまにおんの？え？スマトラ大平田クワガタって出てきたけど、でもこんな派手な色ちゃう。待って待って。画像検索で出てくるやつ、そんな、こんな派手な色のやつ出てけへん。うわ、嘘つきやん、このゲーム。俺このゲームの実況終わったら、スマトラまで行って捕まえたろと思ったのに。これ、本物。こんな色のやついないんだ。ちょっとそれ残念。お、インペリオルマンモス。現代の像と同じぐらい、分厚くて頑丈な皮膚を持っていた可能性が高い。逆に現代の像って何、こんな、堅牢な皮膚持ってた。少々の攻撃なら体で受け止めても大丈夫です。分厚い皮膚を利用した防御法が考えられるかも。そんな、でもさ、作戦考えても、俺ら指示できんからな、このゲーム。そこがまたおもろいんだけどね。マンモスはしばらく、まあ、命中を鍛えておこう。いや、でもなんかもう、スタッツだけ見たらさ、全然シルバー帯でも、やれそうな感じになってきてるけどな。うわ、攻撃力29曲がる。何これ。可能性の化け物じゃん、こいつ。もういいにあったよ。ねえ。やばくないそれ。可能性の獣よ。これもうマンモス？ちょっと待って。シルバー行くか？ 7 月になったし。いや、だったらさ、七夕大会を、ちょっとまずクワガタに、まあ、前哨戦をして、まあ、なんか K1 とか雷神とかの格闘技でもさ、なんか前哨戦みたいなやるやんか。こうメインディッシュの前に、まずちょっとこいつさえ戦わせますみたいな。その役割をちょっと担うわ。さあ、七夕大会だ。お、うわー、ティラノサウルス対クワガタとかいう意味不明な戦いになったが、まあ、でも全然、じゃあミニテラゴミムシで俺の1回戦。いや、お前、ゴミムシなんて、俺のセゾンだけど、祖先だけど、悪いけど、まあ、ワンパンさせてもらおうか。さあ、威嚇だ、まずは。まず威嚇で、軽く開けて、噴射を食らって、避けろ。避けていく！さあ、かわして、かわしてからの、スープレックス！食らえ！よっしゃ、負けるわけねえ。みんな、短冊に願い事書いたか？俺は書いたよ。なんて書いたかって？それは、世界で、俺が一番強くなれますようにってな。もう半分叶い始めてるけどね。あ、待て。そっか、スマトラ平田クワガタ、亜種対原種だ、これ。亜種対原種来た。うわあ、これは負けられんよ。いや、耐久値も平田さん。平田さんってなんか隣の人みたい。隣の平田さんや、これ。大きさ同じくらいだな。うわ、抜かれてる上。いや、待て、もうこれさ、一気にスープレックス打っちゃってもいいかもしんない。ちょ、早送りかますわ、これ。威嚇せんねえぞ。もう、
いやお前も威嚇か、まあ、まあじゃあ威嚇な威嚇だな。いやでもねこれね素早さ有利なんで、これね待って負けるかも、待って耐える、大丈夫、威嚇、威嚇入ってないで、あっぶね、え追加攻撃って何、何それ何それ、うわ避けたー、飛びつけいけ、よしあっぶね。普通に負けそうやった剣について、追加攻撃ってあれ特性、あれ最強やん。ま、原種がアシュに勝てるわけないんだけどな。お前は早く生まれ変われ死んで。ああ、よーし、七夕戦い大会優勝したぜ。しかもこれでシルバーランクか。まあしばらくこいつは大会出ることなさそうだな。まあ、ランク上げはもうマンモスに一任させてもらって、こいつはもうひたすらにもうパワー上げていこう。ちょっと待って、大会がシルバー大会あるかな。あ、ないわ。あ、経験値上げ上げ大会、これ次出よう。そのためにはまあ少し耐久上げるか、目先を考えるんだとしたら。うーん、いやもうこれ相当上がってますよ。じゃあこの週で行くわ。この週ちょっと初のシルバー大会、これちょっとじっくり見たい、シルバー大会のやつの。ん、対戦を観戦してた子供から、え、何、俺ファンいんの。対戦の感想とゾウさんへの応援メッセージが書かれていた。うわ、応援を受けてやる気が湧いてきている。調子が1上がった意味ない、それ。まあでもなんかちょっとこのなんか大会に向けていいコブになったんじゃない。じゃあ行きます、シルバー大会。これね、鬼門ですよ。鬼門だけど能力値的にはもう勝ててもおかしくはないと思ってる。さあ行きましょう。いやこれ勝てたらでかいんだけどな。しかもなるべく楽勝で勝ってほしいな。うわ、しかも待って、あい、別ブロックにインペリアル、ちょっと見てこの謎の意味わかんないクラフ。もうノーガード殴り合いっていう、技2回受けて逃げ切れ倒すっていう。いや守備作戦とかじゃないよな。何、素早さはもう落としていいから、素早さが劣る作戦なら有効かもしれないね。よし行こう。見ろこの HP を、593やお前、規格外やで。いや負けらんねえマジで。いや初手からスープレックスか。まあ耐えると思う、結構耐えてほしい。しっかり耐えろ、しっかり。ええ1だ。えアイストロップ、くたばれ、てかワンパしろ、命中負けてきたはずだ。いや勝ってる。あれ俺どうやら強くなりすぎたねえ。何1って、かすり傷にもなってないんですけど。さあ攻めの構え発動でアッパーだ。あ、よられた。うわー、まだ避けてくるか。ただこれだけ耐えることができるんであれば、いやもう負けねえ。てかなんならゴールドタイムいけそうじゃないこれ。飛びつきも1ダメージだってさ。この平田さんってさ、別にそんな火力も低くなかったよな。いやむしろあの平田クワガタは火力が上がるタイプのモンスターなんだよ。おたまらず威嚇か。なるほど、だがもう遅い。アイスドロップがあるからね、うちには。砕け散れ。ひっくり返ってもうた。これがクワガタ殺しだ。うわー、インペリアルマンモスミラーだ。これはどうなるんだろう。ちょっと待って、これちょっと一見の価値ありじゃない。いやでもさ、そんなに攻撃力とかも変わってないのに、 なんであんなダメージ入んなかったんだろうな。え、てか普通に完全劣化やんこれ。これでも体力はわずかに勝ってる。どっちこれ。うわー、ペリーの方が早い。ペリーがまず先行で、しかも威嚇か。いやーバフ系持ってんのか。どうする、俺も威嚇ね。お互いまず威嚇で挨拶して、あれ防御上がったって言ったで。何が上がった、攻撃上がったんじゃない。威嚇って何が上がるの。何これ、クリティカル、やばい、クリティカルアッパーやばい。いや待って、全然入ってないわ。でこれバグとかじゃないの、これおかしくない、 こんなに入んないことある。うわー、ただこっちの技もあんまり入んない。どうする、もうめんどくさいからスキップするねえ。アイストロップ、これをまずどんだけ耐えるか。いや1しか入らん。いやこれ勝ったわ。え、これ強しすぎたんじゃん俺。これが続くんやったらもう割合で勝ちやで。これだからクリティカルが怖いな、クリティカル怖い。いや待って、全部1ダメだ。お前威嚇とかじゃなくてもう殴れ、もう殴れ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 、もうどんどん殴ってけ。ラストターン、このターンはもうしのげば勝ち。
前威嚇しろこの段。いや、クリティカル。え、クリティカルして威嚇？はい、バカです。はい、バカ。はい、バカ。俺の勝ち。もうだってもう勝ちじゃん。これラストターンだよ、これ。やったー、みんな。シルバー隊優勝したわ。圧勝で。95% 対 99%。 間違ってなかったら俺の育成の本心は。ひたすらに耐久値上げて、メキメキに上げて、しばき回すっていう。え、これでじゃあシルバー隊も無双できるんじゃないかな。シルバー隊無双できると経験値ボロ儲けして、またランク上げて練習効率も上げれるから、俺の魔物たちまた強くなっちまうんじゃないの。じゃあゴールド来たよ。え、ゴールドいけるか。まさか一回ゴールド隊見てみたいな。だんだん自信がついてきたぞ。これまでの特訓戦いの成果が いきましたね。さあ、闘争心を高めるヒント得た。いや、これは自信になりますわ。あ、え、しかも攻撃と命中充実上がったで。下手な練習よりもええやん、これ。これ、ゾウさんはもう、大会ある日はもうひたすら、うわ、もうこいつもパワー D かよ。マジかよ。いや、シルバーの大会ある時はもうシルバー大会出た方が多分ええわ、これ。もはや。うわ、待って。え、参加生物数8人。うわ、ちょっとこれゴールド行ってみるか。もしかしたら勝てるかもやで。ゴールド行こう、ゴールド。だってもうシルバー相手じゃなかったもん。ワンチャン勝てるんじゃない？ただ今回からトーナメントの数増えるんか。黄金。何攻略戦。うわー、猛者たちがいる。何あれ、テイタのボアって。しかも何、一回戦インペリアルマンモスミラー。うわー、クソ強そう。待って、体力活力作戦でいこう。いや、でも分かんない。これどういうダメージ計算なんか分からんけど、相手の攻撃をまたさっきみたいに1で耐え続ければ、どうだ、まあ、まず上は取られるよな。ペリー。え、しかもペリーやんけ、お前。さあ、まず初手アッパーから。いやー、でも、いや、でも、全然耐えてる。全然耐えてんねんけど、全然耐えてるけど、どうや。逆にこっちの技も通らなそうじゃない。いや、通ってるわ。いや、通ってるやん。え、ゴールドタイムいける？これもしかして。防御アップ。お前それちょっと遅かったな。このままいったらもう割合で圧倒的有利な気がするけど。さあ、攻めの構えからのアッパー。いいよ、削れ削れ削れ。もうこれがっつり削っちゃおう。素早さアップ。お前ゾウが素早さなんか上げても意味ねえって。アイスドロップ。いや、これはどんなに耐えるかな。どうだ。いや、待って、ゾウさんめちゃくちゃ硬い。さすがやっぱこの皮膚の、なんだろう、皮膚の硬い皮膚を生かす戦術を考えてきただけあるわ。いや、でもやっぱそら、もう1しか入んなくなってきてる。やべえ、これちょっとみんな怖いから、もう俺、どうしよう、もうスキップしちゃおう。怖い。え、なんかめちゃくちゃ削った。どうだ、ジャッジタイム。勝ったんじゃない、これ1回で突破したぞ、これ。え、ゴールドタイムいけんのか。え、ゴールドいける、まさか。96% 対9。なんならシルバーのペリーより弱いぞ、お前。え、初ゴールド大初戦勝ちました。さあ、各地ではアフリカゾウが勝ち、ティタノボアが勝って、そしてインペリアルマンモスがミラー戦を制していく。スピノザウルスか。ってことは2回戦の相手はスピノザウルスだ。まあ2回戦というかもう準決勝か。うわー、やばい。でもあいつ防御ないぞ。いや、でも回避も高いんだよな。いやー、スピリットか。どうだろうな、インペリアルマンモスに対してあれだけ耐えたけど、てかこいつでけえ体。はたく。いや、波のはたくじゃねえ。頼む、もうアイストロップいけ。そうだ、これ当てたい。当てろ。当たったら多分大ダメージ入る。どうだ。いやー、よっけ。いやー、そうだよな。やっぱここ課題になってくるわ。やっぱ命中率だと思うんだよね。素早さ上げられて、いや、はたくであんだけ入ったからな。何これ、ハンティングだ。狩りが始まった。まずい、狩られる、狩られる。避けろ、耐えろ。いや、ハンティング。いや、これどうだろう、アイスドロップ。何、傷を負ったって。どういうこと、傷を負って。攻めの壁、アイスドロップもう一回。アッパー。どうだ。
うわ当たらねえ、当たらねえわ。いや当たらんわ技が。いやこれ当たったら多分2角取れてると思うんですけどね。うわーちょっとゴールド帯の壁は厚かったか。頼む耐えろ。いやはたくで死んだ。画面に入りきってない。いやマジかー。どうやって処分すんのこの象の死体を。どないすんねんこれ。うわ、絶対ノボは対スピノザルスどうなるんだろうね、これ。決勝観戦したい。どんな戦いになってんだろう。え、ツタノボはただの蛇じゃん、あいつ。うわ、初手ハンティングから。どっちが勝つんだろうな、これ。いやー、ツタノボは結構ダメージ入る。何アドリ。アドリブからの丸飲み。アドリブからの丸飲みで。嘘やろ、丸飲みにした、こいつ。恐竜丸飲みしよった。アドリブ効かしたなお前。そんなに強いの、こんなヘビが。俺もじゃあ決勝行ってても多分こいつに丸飲みされて終わってたなこれ。うわーそんな世界なんだ。いやーまあまあ世界の広さを知られただけでもよかったよ。うん、しかもなんか卒業までには一回優勝できそうな感じじゃなかった、ゴールド隊。どうだろう、全然その通用してない感じじゃなかった。あのブロンズからシルバー行った時の絶望感なかったん、正直。ってことはやっぱこのレッドシザーをもっとこう育成していかなきゃいけないね。こいつには必ず優勝してもらうからな、ゴールド隊で、この2年以内に。まあそのためには極限状態とかにぶち込んでさ、なんとか練習効率を上げていかなきゃ。うわ何、やっぱ命中率が足りないのかな。でも能力の伸びがちょっと良くなくなっ、ちょっとね微妙になってきたからね。いや待てこいつはシルバー大会があるときはシルバー大会に出させた方がいいんで。あそうだね、シルバー大会に出させまくろう。まあもうシルバーはスキップでもいいぐらいだよな。どうしよう負けたら普通に。あ勝ってる勝ってる、やっぱいや勝てるわ。もうシルバーはもうえ負けてんじゃんお前。負けてるやん8-2。何してんの。いや多分毒術にやられたなこれ。耐久があってもその毒って固定定数ダメージだ。うわ出た。いやこれ俺使うわ。もうこれ行くよ俺は。一か八か。もうひどいよ、ひどすぎるそれ本当に。ちょっとお前もう一回経験値上げる大会でちょっと買ってこい。いやシルバーはちょっと安定して勝てるようにしたいんだけどな。そしてここはもう俺はもう感染すらせずにもうショートカット法でいくよ。もう頼む勝てよ。で出ろ、ウィン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 、ナイスオッケー。いやティラノサウルスみたいなやつなら多分普通に打ち勝てるはず。まあちょっと見るか、一応見ておこう。なんかみんなで不安だわ。キラ太郎かわいいな、なんか。いやでかいこいつ、突き飛ばす。どうだ。いや待って、え全然ダメージ入ってる。嘘からの、なんで攻めの構えとかこんだけお膳立てして威嚇なのやることが。お前アホか。殴れちゃんとやれ、ちゃんと頂上の大方向。何それ、えやば。よしふぅ、なんだ心配して損したわ。なんだ勝てんじゃねえかよ、ちゃんとやれば。いやだから虫系やな、苦手なのな。独自使ってくる虫系とのそのマッチ試合ではまあ負けることもあると。いやしかも経験値これ美味しいよね。150ももらえる、ランク1個分もらえるから、まあやっぱシルバーは積極的に出ていこうか。さあだんだん自信がついてきたらしいぞ。耐久値を上げるヒント、あいいね。うわ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 、体力防御し、まさに神の状態ね。これどうしたらいいんだろうな。特訓して極限集中ゾーン狙った方がいいか。まさか不調だから練習効率終わってるけどな。頼む極限入れ。いや入るわけねえわ。いやー調子戻すのもったい ね。逆にあの大丈夫博士みたいなの成功したらどうなるんだろうね。うわうわ、また来たみんな、また来たよみんなね、また来たよ、また来た。でも今どうせもう調子悪いからもう一か八か行こう。頼む。うわこれマジっすねえ、レッドシザーがもうまともに練習できないってねえ。
ひどいよ。ほら、ひどすぎる。今のところ多分10回ぐらいやってても1回も成功しないんだから 10% だろうね。 10% はないだろうね。お前そんなんされたらもうちょっとインペリアルマンモスがひたすらもう稼ぐしかないじゃんこれ。レッドシザーどうすんのこの状況。なんかでもイベントで調子上げてほしいな。でゾウは今週も調子上げシルバー大会で頑張ってもらおうか。いやちょっとレッドシザーがもうちょっと極限入るまで俺もう待つわ。何これ、スキル強化の時期か今年も。まあ、アイスドロップだな。もう 100% にしよう。これやっぱ 90% で外したらめちゃくちゃ痛いんだよこれ。カード無駄にするだけだからね。カード無駄にするか1枚追加して確定にするか。俺が確定にする方が賢いと思う絶対に。え、何モコさん、なんと宝くじを手に入れました。早速番号、これ当たれ、これはあ、サンタだった。ちょっとしたお小遣い手に入れたらラッキー。お、結構じゃん。結構なまとまった金来た。何こいつ、アルゼンチノサウルスやって。ちょっと見てみるか。たまにはじっくり見てみようぜ。首長こいつ。え、インペリアルマンモスが霞んでる。ビッグチーだって。あ、でもやっぱ1しかダメージ入ってないね。となると当然うちのアイスドロップは先日スキル強化も行ったんで、あーでもやっぱ耐えてはくるんやな。何これビッグチー、ビッグチーえぐいな。こんな化け物が潜んでたとはね。さあ、ただアップパワーなどを繰り返して、おー、現着実だね。もう耐えて圧倒的強靭さで地響き。こいつも技はなんか強そうだけどね。全部な、あ、全部耐えてるわ。全部耐えて全部当ててしっかりダメ。うわ、クリティカル。なるほど、こういう戦い方なんだね。いやもう本当に俺がなんていうのかな、想定してる通りというか、なんか一撃必殺とかない限りは絶対に負けない戦い方やなこれ。さあクリティカルでアッパー。うわー、いいね。きっちり5ターン使い切って勝つっていうスタンスやな。もうなんか風格が漂ってきてるなこいつ。慣れてきたやろな、もう勝つことに慣れてきてる。大会での勝ち方を知ってるお前は。で、いやー、ゾウさんのと、ゾウさんなー、なんかいけそうな気、これなんかディフェンス大会とか、もうこれ、ワンチャン勝てたりせんかな。ディフェンス大会行ってみよっか。あれからさらに火力、そして命中も上げてきた。攻撃の精度上げてきたのよ。課題だった。そこさえ補うことができたら。え、何これ。アルゼンチンサウルスアッシュ。インペリアルマンモスアッシュだ。一回戦。ヘラクロスアッシュ。何あれ。化けもいいんじゃん。うわー、なにこれ。氷雪地帯を征服する帝王、一方の俺はマンモスの帝王。通常作戦じゃダメでしょう。活力だな。なにこれ、あいつ、なにもう体中から霊気漂ってるやんこいつ。やべ、威嚇だ。いやだから HP はねほぼ一緒なのよ。アッパーでやーべ、一日しか入んない。まずいぞ。相手の攻撃が2以上入ったらもう負けだこれ。威嚇でこいつらは防御が上がるんだよな。だったらさ、待ってよ、技当てまくれば割合で勝てるんじゃないかこれ。ワンチャン勝てない、殴った回数多い方が勝ちみたいな。アッパー1しか入んない。いや待て、これ殴った回数で勝てないかな。ただ分かってるか、勝ち筋分かってるかお前。殴れとにかく。いや相手もなんか威嚇ばっかしてるわ。もう一発入れば割合で勝てる気がする。アイソロップ、ナイス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 。いいよ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 。だってもう3削ってる俺の方が勝ちでしょこれ。だって割合勝負やろこれ。さあラスト5ターン目、これクリティカルとかじゃなければよし。いやこれ勝ったよ。だって2ダメージと3ダメージやもん。いや4ダメージか。いやこれ勝ちでしょ。えこれ勝ったよね。何で決まるこれ。割合ではギリギリ勝ってるはず。頼む、
小数点まで計算するタイプやったら勝ちで、これ俺な 100% なの俺 100% って扱いな今の 100% 残ったらしい。2入ったけど勝ったわみんなうわ、できればアルチェンチンサウルスとやりたいな。でインペリアルマンモスもう一体おんねんけど、あヘラクロス来ちゃうか。あでも勝てそう、勝てる、準決勝。うわヘラクレア HP 高え、あいつあんな見た目で、しかも見た目クソかっけえな。投げ飛ばす、どんだけ入る、どうだろう、どうだ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 、うわそこそこ入っちゃってる。いやスタンしやがった、まずい。2刀両断きた、頼む。いや威嚇してもいい、アイスドロップ打たなきゃ、まあ、後の二巡買う感じか。羽ばたく防御ダイアップ、やべ、それなんで威嚇すん、殴れよ、もう勝てねえんだから、これダメージ与えなきゃ。二刀両断、よし、クリティカルいいぞ。バカ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 か、お前クレ、何クレチカル、じゃ、殴れ、やべ、耐えろ、頼む、ここ殴って、いや、スタンした、うわー、負けた、もう、お前、おつむが弱いわ、うわ、絶対にこれ、やり方ではか、もうちゃんと考えたら勝てて。してんだよこいつ脳みそ絶対ちっちゃいやん。え待って、インペリアルマンモス勝ってる。ちょっとじゃあどんな戦いになるのこれ。いや決勝、いやヘラクロスが勝ってるわ。まあだよな、うーわ最悪、勝てねえか今の。いや作戦が良くなかったんかな、もっと火力重視、攻撃重視にすべきやったかもしれん。いや、作戦ミスか、これ、もしかして。やべえ、これもう、これ、もしかして、ゾウさんももう引退？もう4月で引退か。うわ、てか、なんとかシルバー大会。シルバー大会。あ、これだね、調子上げ上げ大会か。ここ3周目の大会出て、経験値が90入るから、ランク30になるから。うわー、そしたら、さらに練習の効率上げれるな。いやーなんか寂しいな、でもやっぱ卒業していっちゃうのみんなが。よし、ランク30来ました皆さん、結構あっという間やったな。やっぱシルバー大会安定してからはだいぶ効率が良くなったね。何これ、この後緊急発表会、 OK、 何それ。よし、ちょっとメニューから、さあ設備強化いくぜみんな、もう一番楽しい時間ね、これが。待って、設備強化の金やばいな、これ。攻撃力と、1500か。まだ2段階あるのやばくない？こっからまだ2段階あるの、これ。で、防御。まあ、素早さの特強化も一応。いや、てか、まあ一応全部やっとくべきなのか、これ。回避もやっとこう。うわ、やばい。カードマシンの強化できなくなっちゃった。めっちゃ貯めたのに。え、カードマシンって、でも次が最後なんだ。まあなんかすぐ貯まれそうだよね。いやでもゾウさん卒業までに絶対ゴールドランクで勝たせてあげたい。何これ、森林最強王決定戦。ゾウさんが得意量が平原なのよ。平原の大会出てみるか。いやこれ頑張ろうマジで。さあ平原最強決定戦だ。いやゴールド絶対に勝つ。うわ何これ、オオスズメバチアッシュ、キリンアッシュ、キリンアッシュ、何あれ見た目グロいよ。うわーこいつ回避、いやーでも命中とかに重き置いてるタイプなだけで、いや待って火力もすげえわ、パラケラテリーマッシュ。ただ耐久もはないはずだが、突き出しどうだ、えマジでマジそれ、頼むワンパンしろ、ワンパン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 、よし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 よっしゃ、いけた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 、勝てる勝てるぜこれ、もう重き一撃特化型か。いやでもゾウさんの火力がもうゴールドでも通用してるのが嬉しいわ。さあインペリアルマモスとキレイアッシュどっちが勝つんだろうね俺。嘘、インペリアル、いやでも俺ミラーなら勝てる気がする。いやちょっと準決勝突破しよう頑張って。さあ体格はもうまるで同じ、しかもペリーだこいつ、
永遠のライバルじゃん。いや、ペリーなら、てか、ペリーなら勝てるぞ。いや、ペリーは勝てる。いや、ペリーは勝てる。いや、ペリーは勝てる。いや、もう勝ち勝ち勝ち。もうこのチャンで勝ち。もうあと割合勝負で勝ち、勝ち。だって、ペリーは俺に1しか与えられないから、ペリーには絶対負けないのよ。いや、負けない負けない負けない。もう全部カットするわ、もう。割合で、割合で勝ったでしょ。割合で勝ち。いや、多分割合で勝った。いや、勝ったでしょ。ペリーには負けない。よし、よし、よし、初めてゴールの決勝いった。頼む。いや、これマジ、相手次第だな。マジでこれマッチの大事よ。誰が来る？スミロドンアッシュ。多分得意なタイプの相手だと思うんだよ、スミドロンアッシュは。いや、耐久がないわ。こいつも耐久がない。一発当てれば勝つ。ロンロン、名前可愛いね。ロンロンちゃんというの、なんか、パンダみたいな名前してる、こいつ。吠える。吠えるって何？うわ。アイストロープいけ。そうっす。これ当たれば多分一撃じゃないかな。どうだ？当たれ。当たれ。うわ、くそ！もうめんどくせえな！回避アップ、うわ、ダリ！吠えるだ。こいつ吠える強いのよ、これ。え、待って、死ぬ？いいよ、あ、偉い。ちゃんと殴ってるの偉い。当てろ、当たったら。あ、マジか。いや、当たったら一撃だと思うんだよね、これ。いやー、回避アップだ。必殺の牙？何それ？ゾウさん。頼む。アッパーでもなん、うわー、勝った！うわった！アッパーで、重くそもあいつの体貫通しちゃったもん。この牙でな。勝ったゴールド。やった！間違ってなかったんや、わしの研究は。優勝したぜ。え、クソ嬉しい。初めてゴールド優勝できた。いや、お前伝説のマンモスだわ。え、これしかもさ、プラチナ行ったらなんか最強決定戦みたいな出れんじゃなかったっけ。うわ、ランクもがっつり上がっていく。いや、しかも金も800入ったから。うわ、プラチナ来た。クラスアップ、どんどんあの格が増えていくんだね、この紋章のやつね。六角形になったわ、ついに。やった勝った、勝った。で、よく当てた、あそこで。アッパー当てたね、アッパーを。え、何この両芸。普通に嬉しいんだけど。うわー、見なかったことにした方がいいかもしれません。なんでそう見せるの。一か八かだ。最悪マジで。いや、最悪すぎる。まあ、でもな、結局大会出てればいいから、こいつは。もうなんだ、大会で勝った方がね、練習効率いいからね。負けてるし。え、嘘。え、え、待って、何があった。何があったの、これ。ゴールドを制した男が負けるシルバーで。え、何があったの、これ。調子はやっぱ関係あんのかな、これ。え、なんで負けたんだ。いや、え、負けるわけなくない。え、負けるわけなくない？これ。だって1しか入ってないよ。いや、負けようがないやん。いや、分かっちゃったかも。分かっちゃったかも。こいつもしかして5ターン、5ターン連続で威嚇したんじゃねえか。あれ、こいつ5ターン連続で威嚇した？もしかして。いや、絶対そうだ。絶対そうだ、これ。うわ。あのアプリのせいで多分、脳みそがおかしくなっちゃった、これ。脳がおかしくなっちゃってるわ。こいつ5ターン連射で威嚇しやがった。ねえ。いや、待って、アッパー撃ってる。考えうる、めちゃくちゃ薄いところの負け筋引いた感じだね、これ。マジかよ。そんなことあるんだ。うわ、マジかよ。プラチナに行ってる男がシルバーで負けないことあんのか。ショッキングなニュースだったな。でも、調子上げ上げ大会優勝できたからさ、この一気に調子上がった、あったわ。いいね。何これ。あ、また、この発表会か。もう、それでうまくいった試しがないのよ。大成功きた。うわ、こいつそろそろ体力もちょっと本格的に上げていくか。もう火力はもう申し分ないもんな。あとはせめて、まあ、体力特訓とかをもうがっつり積んで、いいね。もう、石になる準備の、段階だな、これ。さあ、え、これさ、マンモス出れるかね。どうだろう。
あ、やっぱ出れんわ。ダイヤからか。あ、やっぱダイヤからプラチナで勝たなきゃいけないのか。絶滅動物のみのプラチナ大会あるで。2周目に。これ出てみるか。さあ、プラチナの世界がどんなもんか見てみようか。絶滅動物や、まあ、恐竜とかそっち系ばっかやろな。まあでも虫がいないってことで、一応まあ有利ではあるか。うん、マッチ運的には全然恐竜対決は有利。うわー、プラチナがついに絶滅動物最強決定戦。来た来た来た。うわー、バケモン揃い。プルスザウルスの足とかもいる。あ、でも一回戦の相手はなんか原種同士。うわー、何このステータス。まあ作戦は通常でいこうも。下手なことしない。さあ、まずは、まあ当然スミドロンからミロバート。ただ HP は俺の方が高いぞ。体当たり。何そのシンプルな。体当たりでめっちゃ減った。いや待て。クリティカルからのアッパーで当たるかどうか、まず当たらないよな。いや、いやきついわ。吠える。いや技が当たらんかったらどうしようもない。ぐわっ、うわ体当たりと吠えるでこんなになっちゃった。わかんない。でもここで当たってクリティカル引けば一撃ある。どうだ、当たった。うわー、当たった。半分入るんだ。ダメージレースは勝ってたのか。じゃあ、いや、まだまだこのターンこいつがなんかしくじればいい。いや、よけろよけろ。ゾウさんゾウさーん。プラチナの壁は厚かった。ありがとうございました。見るも無残な。いやー、スミドロ負けたか。うわー、ティタノボはアッシュ対ティタノボは原種。うわ、アッシュ勝ってる。いや待って、これ観戦しようぜ。ボアシュエル、え、あいつ耐久値700もあんの。どういう戦いになるんだろうねこれ。噛みつき、あー、なんか本当にお互い、あー、でもなるほど。あ、丸飲み。うわ、避ける。まあ、堅実に勝った感じかな。ボアシュエル側がね、これ。あ、気合の加速だ。まひってんのに。噛みつき？あー、いやー、着実だね。あ、しかもまひって動けない。クソゲーだ。丸のみ。あ、でも結構耐えてるんだけどな。なんかそんな別に一方的な感じじゃないよね。ほんと噛み合いというか。あと、麻痺がちょっと痛かったな、ボアンソン側はね、これ。うわー、何それ。なんか食らって、ひるませるって何。いや、ひるましてる。うわー、さすがにプラスの壁遠そう。これ、遠いな。さあ、ゾウさんがダイヤクラスに到達していないため、出場することができません。しかし、落ち込むことはありません。次に2年生となる生物をさらに強くして一種最強決定戦優勝を目指しましょう。うわー、いつか出てみたいなー。いやー、まあゾウさん本当にまだありがとう。いや、こいつで本当歴史作ったよね。歴史を作ったと思うわ、お前は。初めてゴールドに勝ったからな。さあ、大会では強敵を相手にしながらも並外れた戦いを見せてくれた。いや、本当そうだったよ。ありがとう。わ、ゾウさんことは忘れないよ。なんかノリが軽いんだよね、いつもね。うわ、プラチナゴールド。プラチナのメダルになったね。さあ、これ誰に引き継ぐかだ。ちょ、これ大事だよ、これ。あ、待って。お、待って。お、待って、待って、待って。おい、お、待って。俺、ガチャ。待って。俺、ガチャのあれ、あげんの忘れちまったわ、みんな。まあ、でも、あれだわ。ガチャのランク上げてたら、ガチャ引けてないから。まあ、もう、しょうがない。今年はもう、これで我慢しよう。今のやつで。さあ、まず、5連引いていこう。この瞬、うわ、なにこれ。金になってる。あ、インペリアル？ライオン？応援魔反妙。これ前持ってゲットした。は、しょぼくねえか。なんかしょぼくない。もう一度いくよ。え、なんかレインボーとかないん？ UR みたいな。多分アッシュが出た時にこれが光るのかな。ティラノザウルス、クズリ。うわー、なにこれ。ちょっと待って、ライオンアッシュ百個やん。ねえ、百個来た。百個。スタッツあんま高くねえな。右が圧倒的にバランスが高い。
命中以外ほぼ上だね。いや白虎で行くかこれ。もう1点だけ頑張って引くか。これで微妙だったらもう白虎で行くわ。もう決めた俺。ビビッときたプルスタース。うわははは、こいつも悪くねえ。キリンアシュもいいな。しかもキリンアシュ結構アベレージ高いわ。いや白虎かな。よし決めたわ。みんな、俺はこの2年間こいつにスペード注ぐ。しかもキングバイツ気合の加速もある。打撃が弱点で得意フィールドは荒野だって。見て、王の噛みつきよ。王の威嚇もあるし、攻撃を受けるときに 20% の確率で回避がダイアップ、状態異常のときに 40%。 よし決めたよ。みんな、ライオンアシュだ。そしてお前にインペリアルマンモスの血を伝授しよう。しかも何がでかいって、このフンバルがね強いのよ。あんま発動する機会なかったけどな、まあ、ライオンは耐久があんまりないから生きるかもしれない、このフンバリが。いやかっこよすぎないこいつ。ライオン界の、うわ継承完了した。まあ、百獣の王ということで白王にします。白王だ今日からお前は。いやかっこよくない白王。百と白にかかってる白っていうのが。通常と比べて体力と防御が低いけど攻撃力が非常に高い。なるほどね、火力特化だよ。まあまあ、もう見たまんまそうだよな。うわ初期ステータス高すぎない。うわーでも耐久全然伸びねえ。まあでもいいよそれで。なんかでもちょっと系統が被っちゃったな、このクワガタとな。クワガタもだってこいつ火力バカだもん。でちょっと今気づいたけど、ちょっと思ったより伸びてないんだよねレッドシザーの能力。いや攻撃力にやっぱ全振りしすぎたのかな、この1年間で。ちょっとこの体力とか防御、あと素早さもぼちぼち上げていかないことには。いやこれ大丈夫かな、これミスってないかこれ。こいつらがそのいつかさシルバーでも無双できるような姿になってくれるのがあんま想像できないんだけど。よしじゃあまずは4月なってんけど、白王のねちょっとデビュー戦いただきましょうか。こいつはもうパワー D までいってるんで、ちょっともうビーナーとかのレベルではないのよ。だからこいつに当たったやつかわいそう。勝てるわけないから。見てこれ、このすんごい縦長のグラフね。さあしっかり上取って切り裂く一撃もう飛び級させてくれよ。もうやる意味ないってこの大会。絶対俺が優勝すんねんから。さあ王の威嚇だ、食らってごらん。威嚇のみで、この覇気のみで破壊していくお前でもこんな百獣の王とも言われた男がこんな雑魚狩りして喜んどったらあかんねん、ほんま。お前が倒すべきはもっと恐竜とかなんかもうドラゴンとかその領域やねんから。こんなまあ虫相手に勝って そのドヤ顔あかん、お前は。そりゃあかん。すげえ満足げな顔してるねこいつ。クワガタにかかってよーし、まあこっからだな白王はな。そろそろシルバー大会いっとかなあかんなこれ。クワガタも、いやーでもこの耐久値って、まあでも攻撃力に関してはマンモスを超えてるもんね。659って相当やで。いや行ってみようか。何せもうなんかあの1年先輩のマンモスがもう7月の段階ではもうシルバーいっとったから。うわ何これ、アルゼンチンチノサウルス初戦。ああなんかいけそうやな。いやーもう通常でなんか作戦組んでも意味ない気がするわこのゲーム。もう通常でいこう。アルケディルアングレーのお前アルバムの名前やそれ。うわ何これ、この体格差何これ。飛びつきでも先頭取ってる、えらいぞ。飛びつけもういっ、おお削った。防具ダウン二角取れる。いやいけるな、二角取れるぞ。振り払う、これを耐えれるかどうかや問題は。うわっ耐えてる。え、いけるか。上取るよね。あもうシルバーこいつも楽勝なんだ。さあジャーマンスープレックスでとどめを刺してやる。どうやってスープレックスすんのこんなでかいやつを。うわ叩きつけろよーなんで、何これ、なんでなんで勝てるんやこの体格差。
意外と、じゃあもうシルバー楽勝か。さあ決勝でも無双しちゃってくれよ、レッドシザー。いやーでも素早さ負けてそうだねこれね。あー取られるか。いやこいつ吠える強力だよこれ。避けろ避けろ。うわおーっと結構入っちゃった。ただやばい、その威嚇まずくない？それそれまずいわ、それまずいわ、それまずい、その威嚇まずいわ、それ撃っちゃダメだそれマジで。えそれ撃っちゃまずい、まずくねこれ、これ耐えなくねこれ。おいお、うそ、え負けた、死んだ。そして綺麗に腰曲がっていやこれはね、いやでもこれど、いやどの道も厳しかったか。初で殴ってれば倒せた気がするけどな。よし、まあさすがにねもうこんなん負けるわけないんで、もうスキップしましょうか。ブロンズね、オッケー。さあこれでこいつもシルバー昇格やな。もうだってクワガタと同じランクやからね。やっぱシルバーからがちょっと重いのよなこのゲーム。レッドシザーは何が足らんくて勝てなかったのか、それを追求する必要があるな。まあ単純に素早さもっと上げるか。やっぱこのゲーム上から行けないと本当勝てないんで、耐久ないやつはもう基本やっぱ2回殴れないからね。おっ来た、うわついに、うわ極限集中ゾーン来たぜ。来た来た来た、ようやく。これ待っていたこれを。さあ白王のターンはこっからだぞみんな。こっから白王を俺は本当の王に育てがあげる。王の器ではないまだあいつはね。ただこの極限集中ゾーンで一皮二皮向けさせるわ。うわーすんごいなこの能力。そんなにでも素早さ上げよっか。ちょっともう火力上げすぎててこれ。うえ35上がった。え何伸ばすこれ。それかも本当に火力に特化してみるか。どんぐらい上がんのこれ30って。ベース30でしょ。55上がったどこ目指してんのもう、もはやもはやどこを目指してるかすらわからない。ダブルきた刺激されたかお前、ついに後輩に負けてられんっつって俺ライオンの知識も深まったし。うわー上がっていく。うわちょっと待って、こういう時何上げたらいいんだろうなこれ。まあでももともと高いやつ上げるべきなのかやっぱ。終わるなよ、終わんない、終わんないよ。うわ B 来たついに。しかも終わらない、 B まで来た攻撃力。初めて見たこんな数字。レッドシズナーはじゃあ素早さいくか、継続しろ。うわすげえダブルだ、終わらない、来た攻撃力 B、 あと全部 G っていう。いやもうさすがにさ、これ以上上げなくてよくね。いやこいつ回避が終わって、いやもう一発いくかなんなら。いや正直耐久上げたいけど、耐久は割合的にもったいないから頼む。いやまだ終わんねえ。でレッドシザーさん、さすがにね、さすがにちょっとハロウィン大会は出た方がいい。こっちの方が多分効率はいいと思う。もう火力と素早さだけ全振りして、もう先手取って一旦で終わらせる、ワンタンキルみたいな感じでしようかな。もうあいつ耐久はもうどう上がっても上がんないもんな。さてとこれで何をすればいいの。フランケンシュタインとかでやれば耐久上がんのかなこれ。ほらうわでかい、やっぱ20リーチはでかいわ。さあまだ極限集中終わんねえぜ。スキル強化装置、うわもうそんな時期か、早いね1年経つの。じゃあもうスープレックス開けちゃおう。もうダブってるやつ全部ぶっ込んでいいよね。90倍でいいやもう。いつか外しそう、いつかこれやったら外しそう。さあ8枚混ぜた、まあさすがに。いいです。さあレベルががっちり上がって、さあまだ極限シュート続いてるぜ。いや攻撃力 B はもうやりすぎなぐらいやけどなこれ。いやてか耐久どんだけ上がんないのこれ。素早さ上げようか、どうだ35、終わるな。いやさすがに終わったか。まあしょうがないそれは。さあ一方のクワ、うわクワバタ、クワバタって言っちゃう、クワ型のこれバランス良くない、見てこいつの能力。ちょっとこっちにしよっかな、命中も意外と不安なんで。
さあ極限集中、まだ終わるな、まだ終わらない、マジか、長いな。いやこいつどうすんのこれ、耐久とか素早さもそんな速いわけじゃないからな。最後軽くぶっ込むか。じゃあやばいよこれ、50、こいつもビーバーに行ったわ、こいつもビーバーに行ったやべえこの爪のおかげで激しく暴れられる獲物をしっかり抑える。爪で動きを抑えるのかライオンは。あ、謎に能力上がった。攻撃力もこれ以上いらんな。あともう素早さだなこれ多分。ライオンの犬歯の長さは約8センチ、この犬歯を獲物の体に突き立て巨大な顎の力で脊椎を噛みつくだく。意外とえぐいことやってんだね。どんな生物もこの攻撃を受ければ致命傷と間違いない。もう本当に狩りのスペシャリストなんだな、ライオンって。狩りのスペシャリストだ。あ、やべえ、ちょっと待って。大会、クリスマス大会ってこれどっちが出んのこれ。あ、俺か。よし、じゃあこれ出てもらおうか。あと、ライオンはね、あと本当、耐久値をどうにか。耐久値だけどうにかしないと、シルバー勝てないからな。火力どんだけあっても。よし。こういうところで、多分これらが耐久じゃないかな。うん、体が丈夫になる。よし、オッケー、これで耐久と20ずつ上げていく。うん、よし、レッドシザーの、シルバーいきますか。いやもうこれね、さすがに勝てると思う。耐久も防御も相当上がったで、これ耐久もこの火力も、なんならスキップしたいぐらいだもん。これは絶対勝てる。うわ、しかもかつての大北極馬。ああほら見て、もう見てこれ、グラフで言ったらゴールドレベルあるんじゃないかこれ。いやいや負けるわけねえじゃん。え、これ本当にゴールド代かこれ。え、これ負けたらやばいよ、はっきり言って。ワンパンしなきゃこれ、ワンパン絶対ワンパンしなきゃ。何これ、よしオッケー。いやさすがにもうやりすぎたわ。遅すぎてくらいだこれ、シルバーは。なんなら残りの3ヶ月でゴールド倒してプラチナを倒して、ワンチャン3月4週目のもうあのダイヤ大会出るまで行ったろかな。もうやっぱ素早さ速いのいいね。上から殴れるもんで、スープレックスぶっかまして、さあ叩きつけろ。うわー、耐えられるんだ。耐えたところで何ができる。弱え犬ほどよく吠えるって言うんだよ昔から。あ、結構入るな。いやでもさすがにこっち上、いや威嚇そこで撃つなよ。もうなんで、殴ったら勝つやん。お前次威嚇したらほんとブチ切れるよ俺ね。え、殺虫剤巻くぞお前。いやもうバカか。え、頭が悪いのかなこれ。いやこういうところはちゃんとしてほしい。ってかもう AI が終わってるわ。当たれよこれ。うわもうほんとねえ、さすがにもう殴ったら勝ち確みたいな状況は殴るようにしてよ。指示できへんねんからこっちややく殺虫剤巻くとこだったわこれ、ほんま。お前結局虫なんて人間に勝てんの忘れないよお前よし、まあ、ともかにね、こいつもね、ようやく無事にねシルバーに行けました。シルバープラチナゴールドか。オッケー、まあ、先輩のマンモスさんはゴールドランク勝ってるからね。さあクラスアップだ。え、マジで来た、追い込み来た、ついに卒業前の。いやもうこれゴールドも勝ちに行こう。体力バカ伸ばしてよ。体力も C 来た。いつまで続くかやな問題はな。素早さもうこれ以上上げる必要ある、これ。やっぱ体力値じゃないか。体力上げて無駄なことないからな。あー終わっちゃった。じゃあちょっと次ゴールド出よ、あいつ。さあゴールド大会行こうか。先輩も超えた壁やでこれは。でこのクワガタちゃんはですね、砂地が得意なわけよ。砂地が得意なんで砂地の大会に出ましょう。能力の総合値で言ったら、マンモスをも凌駕すると思うんやけどな。何これ、うわミーデラゴミ虫の足だ。ゴミちゃんの足か。いや違えわ。え、何これ、え、あれ誰だこれ、ティラノサウルス。え、待って、でもゴールド隊と比べてもなんかそんなにステータス変わんなくない。行くよ、まあ、じゃあ俺もティラ太郎。ティラ太郎 HP 低いな。いや本当にゴールドかこいつ、本当にゴールド上取ってる。
飛びつけ繊細いいよ。何これ、よける、あ、よけるか。頂上の大方向、大丈夫、鍛え上げてきたんだ。いや待って、マジ、え、マジかそれ。あ、じゃあ当てなきゃ負けだわ。飛びつけ当てなきゃ負け。これやったこれがパワーだけを鍛えてきた男だ。2年間パワーに特化してきた男の物語。さあ、マック開けだぜ。逆殺傷のな。あ、なんか戦闘リプレイ保存しちゃった。あ、スマトラクワガタがもう違うわ、右にもいるわ。右にもいるんだ。ミーデラゴミムシ、アシと戦ってる。いや、ミーデラゴミムシ来てほしいな、これ。どっち来る、どうだ。うわぁ、まさかの完全ミラーマッチ。いや、これ負けられないよ、言っとくけど。待って、しかもさ、作戦変更した方がいいだろ、これ。なんか威嚇作戦とか言って、なんか普通に威嚇連打し始めたらもうだるい。いや、もう通常でいいや、もう。わかんねえ、もうこれも意味ない、多分。待って、危ない危ない、スキップすごかった。危ない。ヒラッティ、何その、ふわっティみたいな。あ、やっぱ早い。いやー、威嚇か。でも次からちゃんと殴ってくれたらいいよ、じゃあ。お前もじゃあ、うわー、スープレックスだ。どうだ。いや、マジで強え。これでも逆に当てたら勝ちだ、これ。次、俺もスープレックスって当てたら勝ち。上取ってると思う。上取ってるよね、取ってるよね。よし、当たって。お願い、当てたら勝ち。しょ、オッケー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 。勝ったぜ、ミラー。ミラー勝ったぞ。よし。もう威嚇とかいう技消したい。いらない、あの技、本当に。だってこのゲーム平均2ターンも生きれないから、その威嚇って技がマジで意味ないのよ。もう目の前の敵倒したら終わるからね。3対3とかあったら意味あるかもしれないよ。1対1で意味がない。しかも何これ、トリケラトプシュ、アッシュ。勝つぜ、これ絶対に。これ絶対勝ちで。何この、ちょっと待って、やばい、こいつ見た目。野生で生きていけんやろ、こんな見た目で。やっぱ早いわ。うわー、もう初手威嚇やめてよ、これ。初手威嚇いいって、これ怖いんだって。怖いよ。次も威嚇したらどうしようっていう。ボーンダッシュ。避けろ。頼む、避けて。お願い、避けて。いや、待て。あと2発ぐらい耐える、これ。それで余裕ぶっこいて、お前もう一回威嚇とかやめろよ。もうなんかもうスープレックスって。スープレックスでいい。それだ、いけ、これが優勝を決める男のスープレックス。よっしゃー追いついたぜ、先輩に。よーし。いやー、結構後半これどうなるかと思ったけど、伸びたね。2年になってから伸びたわ。火力以外のところもしっかり身についてきて、やっぱ素早さ早い正義やな。ゴールド優勝きた。危なかった。いや、これさ、ちょっとプラチナ行こうぜ。プラチナ行こう、卒業する前に。ワンチャン一種最強決定戦出れないかな、これ。いやー、プラチナまで行けたわ。よしよっしゃ。いや、プラチナワンチャン勝ちに行くぞ。多分そのためには何が足りないかっていうと、まあ、多分防御と命中からも火力はもう十分なんだよな、正直。うわ、700枚くれたコイン、こいつ。太っ腹じゃん。あ、でももう3月か。いや、もう3月か。いや、やっぱ早いな、2年間。お、待って。昆虫最強決定戦ある。もうこれ出ちゃうか、プラチナの。行こう。もう出るわ。最高の昆虫は俺だってことを証明する。さあ、昆虫最強決定戦だ。あ、1回戦応援魔半秒。うーはははははは、育てすぎ。いや、でも一発当てれば勝てそうやで、正直。いや、早い。連続噛みつきだ。避けろ。やばい、こいつ何これ、連続が付き合い連続ぐわっ、ほら、威嚇すんなよ。飛びつき、よし、当たった。倒せる気がする。いやー、終わった。やっぱここか、疑問は。何、瞬速って。いや、待って、これ多分素早さ上げるだけじゃね。
回避か。いや関係ない、もう最後のチャンスでやっちゃったな、おバカさんだ。あ待て、相手もアホや。いや待て、これ待て待て当てろ。なんもうお前そこで競うゲームちゃうねん。もうイライラするな。もう一回瞬足して、お願い、もう一回瞬足して。あっ OKOKOK、 頼む。何追加攻撃って、あ出た、あやべ、いや追加攻撃でも瞬足してる。こいつ何して、何当たれば勝ち、当たれ、うわ当たったように見えるやん、先に演出されたら。あしかもこれ名前応援でええな、なんか東宝みたいで。うわなんか男らしい最後やったな。まあまあで、あんなところで一角連発してたらそりゃ負けるわ。しゃあない、お前ここまでやったんや嘘、応援魔半妙、ちょ待って、応援魔半妙対ヘラクレスオオカブト、足見ようぜこれ、負けてるもうええわ。おお実績めっちゃもらえてる。忘れないうちに設備強化しとくか。カードマシンね、これもうマックスにしとこう。これうわ何やれ、レインボーやってる、どんな化け物出るんだろうな。やっと今やったな、レッドシーザー。あープラチナの壁越えれんかったな。可能性は感じてんけどな。まあでも強かったわこいつ、強かった。さあじゃあ生物マシンに登録して、だって CBFDDE ってまあもう相当頑張ったよね。そしたらちょっとね、カードマシンをね最強にしたんで、これでもうバケモンみたいなやつ引くわ。もうこれでバケモン引きます。今から来い。うん何これ、紫に光ってる。うわうわ SSR 来た。いやパラレラ、え、まあ、パラケラ、ティラノサウルス、アッシュ、ヘラクロス、パラケラか、インペラルマンモス、アッシュ。こんなん絶対強いがな。待てよ、でもさ火力、俺インペリアルマンモスもう一回クセしよっかな。ちょ待って、もう一回引くぞ。うわトリケラプストプス、アッシュ、アンドリュー・サルクスって何これ、アンドリュー・サルクスのアッシュ。うわこいつ強そう。あしかも待って、追加攻撃持ってるアンドリュー・サルクス。もう一回だけ引いていい？あ、待って、通しちゃった。うぇー、おー、スズメバチ足もいる。いや、待て。もしかすると、アンドリュー・サルクスならプラチナを超えられるかもしれない。だって、追加攻撃ってクソ強い特性、しかも3やったよな。あと、こいつのスペック、見てこれ、攻撃力こそ低いけど、他は軒並み、バランスがいい。追加攻撃は攻撃後に、でも 10%、 3で 10% とかなんや。でももう火力バカいらんで正直、まあ、ぶっちゃけでも、いや見た目で言ったらティラノ最強だよな。こいつのスタンか頂上の大方向、いや弱いでしょう。いや俺アンドル・ザルクス行きたいな。まあでも攻撃力が低いモンスターが追加攻撃持っててもあんまり意味ないのかな。いや俺アンドリュー行くわ。だってさ追加攻撃をこの継承することもできるわけじゃん、いつか。しかもやっぱこれ耐久ある。アンドリュー行こう。俺ちょっとこいつに可能性見出した。アンドリュー・サルクスに、さあうわ来た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 、レッドシザーを継承するぜ。まあ不屈の守りだろうね一番いいのは。さあ 3D 化だ、いでよ我がしもべよ、アンドリュー・サルクス・アッシュ。うわははは、見た目すごい強そうやけど、何あの邪悪なオーラ、なんか出てるやん、にじみ出るやんお前の邪悪さが。じゃあお前元楽天のアンドリュー・ジョーンズにちなんでジョーンズや。よし、いやこいつはちょプラチナの壁越えてほしいな。防御とがとても高くなってるって。うわ初期ステータスからやばくない？うわすげえな、防御やっぱめっちゃ上がるわ。火力はやっぱ上がりにくいのかな。まあでも耐久重視にして、あのインペリアルマンモスみたいな戦い方していこう。よっしゃこれであとはこの白鵬にも頑張ってもらわなあかんからな。